ざと漏れが叶う、あの田中みな実さんコラボのリップが登場。藤子のみな実の粘膜ピンク。まずこのチュルチュル感すごくない？塗るだけでむっちりしてモテ唇が完成するの。そして若干青み寄りだけどイエベさんも使えるくらい粘膜に近くナチュ漏れが叶うよ。これ期間限定発売だから早めにゲットしてね。発売前から超話題、イエベブルベ問わず使える粘膜リップが出た。ビセの粘膜フェイクルージュ。まるで普通のリップのように塗れちゃうのに、なんとこれ色持ちが良くて全然落ちないの。だから塗りただの粘膜カラーがずーっと続くからモテ確定だよ。パーソナルカラー分けしていくと、 PK850 はイエベ春、 PK851 はブルベ夏、 OR250 はイエベ秋春、 RO650 はブルベ冬夏、 BR350 はイエベ秋、RD450 はブルベ冬におすすめだよ。みんなもぜひチェックしてみてね。ガチで買わないと損する、垢抜けが簡単に叶う新作コスメが出た。ケイトのデザイニングアイブロウ 3D。 まず定番カラーと血色感カラーが入ってるから、これ一つでアイブロウはもちろんアイシャドウやノーズシャドウに使えるのやばくない？さらに肌馴染みがいいから浮きにくいし、血色カラーを足すほど垢抜けるからガチで持ってて損なしだよ。これ限定だから気になったら早めにチェックしてみてね。これすごい、コロコロするだけで顔面のテカリが消えるレブロンの皮脂吸着ローラー。見て見て、これをおでこやテカリが気になる部分にコロコロするだけで一瞬でサラッとしてベタつきが消えるのやばくない？しかもミニサイズだから持ち運びにぴったりだし、手も汚れないからお直しが楽ちんなの。汗や皮脂が気になるこれからの時期にぜひ使ってみてね。即買必至、あのバズりマスカラから新色登場、メイベリンのスカイハイ。見て見て、今回2色新色が出たんだけど、こっちが03番でこっちが04番で発色がすごくいいの。だから目元がパッと明るくなるし、カラーメイク初心者さんでもダマになりにくく使いやすいから超おすすめだよ。みんなもぜひチェックしてみてね。知ってると得する、ロフトで買うべき1000円以内コスメベスト3。第3位は、一瞬で涙袋爆誕するピアーの涙袋コンシーラー。見て、これ芯が太めで柔らかいからさっと描くだけで涙袋がぷっくりするの。そして日本人の肌に馴染みやすいカラー展開だから、涙袋コンシーラー悩んでいる人はこれおすすめだよ。第2位は、血色もツヤも手に入るミアイスのハイライト。これ少しピンクがかってるからつけるだけで幸福感と透明感が手に入るの。さらに1000円以内で買えるとは思えないくらい馴染むから素肌美人になれちゃうよ。第1位は、涙袋の影はこれしか勝たん、ヒロインメイクの涙袋ライナー。これ何がいいかっていうと、肌馴染みのいいピンクベージュで誰でも使えるし、くすみっぽくならないの。だから涙袋が自然に作れるし、ウォータープルーフだから落ちにくいのも最高だよ。みんなもぜひ参考にしてみてね。売り切れ続出中、550円で涙袋が爆誕すると噂のチフレのシェーディングパウダー知ってる？これ筆にとって涙袋の影を描くだけでまるで元からぷっくりしてますよ。みたいに自然に涙袋を爆誕するのすごすぎん？さらにシェーディングとしても優秀で、濃くなりすぎず顔の立体感を出せるからガチでおすすめなの。見つけたらぜひ買ってみてね。知らないと損する、韓国アイドルのメイクさんも愛用してる隠れ名品、魔女魔女のフェイスパウダー。見て見て、これなんと一塗りで毛穴が消え去るのすごくない？しかもマットに仕上がりつつもふわっとした赤ちゃん肌に仕上がるの。さらに韓国アイドルのメイクさんが底見えするくらい愛用してるらしいから、これはマジで名品なの。みんなも見つけたらぜひ買ってみてね。このリップ反則級、プランパー効果のあるティントってやばくない？キャンメイクのムチプレティント。まずこれつけるだけで縦チワを消してボリュームアップしてくれるから、ムッチリとしたプルプル口紅が完成するの。そしてティント効果もあるから色持ちもいいし、保湿力があって乾燥しにくいのも最高すぎん。色展開は3色で、01番はイエベ春秋、02番はイエベ春ブルベラズ、03番はブルベ冬におすすめだよ。これ770円とは思えないくらい優秀だからぜひゲットしてみてね。ブルベイエベ関係なし、苦手カラーでも似合う魔法のアイシャドウ、キャンメイクのジューシーピアアイズ。まずオレンジってブルベは似合わせにくいんだけど、なんとこれ青みピンクと青ラメを乗せた後にこのオレンジを塗ると自然に馴染むの。そしてこっちの15番はイエベさんに似合わせにくいパープルカラーだけど、オレンジラメが入ってるから馴染みやすくなってるよ。これ一つ持ってるだけでメイクの可能性が広がるからぜひゲットしてみてね。今すぐ買って、一度使ったら手放せなくなる VT のトーンアップベース。まずこれ驚きの 5-in-1 で UV ケアも保湿もトーンアップも叶う夢のような施設なの。そしてこんな感じの水ベースシーテクスチャーだから、これからのベタつく時期にもぴったりだよ。さらにあの大人気コスメと似てるのに3分の1の値段で買えちゃうから、ぜひチェックしてみてね。本当は教えたくないコスメオタクのガチ推しコスメベスト3。第3位は、垢抜け度が一気にアップするロム&のマイマスカラ。これどんなに濃い眉の人でも塗るだけで存在感を消してくれるの。だからメイクの統一感も出て垢抜け度アップしつつ塗りやすいから誰でも使いやすいのも最高だよ。第2位は、元から涙袋ぷっくり詐欺ができるヒロインメイクの影色ライナー。これどんな人でも馴染むピンクベージュで、奥目の私でも涙袋爆誕したの。そして血色も足してくれるから描いてる感もないし、スクールメイクにもおすすめだよ。第1位は、テカリも崩れも防いでくれるコーセーのメイクパウダー。まるで片栗粉のようにサラッサラだから、白肌の私も一日中ベタつきに効くて、メイク崩れもしにく
かったよ。さらに毛穴の凹凸もぼかしてくれるから、これからの時期にもおすすめだよ。みんなもぜひ参考にしてみてね。これ絶対買って。アイドルオタクの絶対崩さない参戦メイクベスト3、第3位はドラストの隠れた名品、メイベリンのコンシーラー。これなんと1100円で買えるのに、色展開も多くカバー力も高いの。そして少し固めのテクスチャーで密着して崩れにくいから、ファンデ代わりもなるから最高。第2位はテカリも崩れも防いでくれる高性能メイクパウダー。まるで片栗粉のようにサラッサラだから、姿勢肌の私も1日中メイク崩れしにくかったよ。さらに毛穴の凹凸もぼかしてくれるから、これからの時期にもおすすめなの。第1位は崩れ防止もしつつ肌悩みのカバーもできるプリマビスタの下地。これ4色展開なんだけど、それぞれ色がついてるから肌悩みに合わせて選べるの。そして下地の段階で綺麗になれるし、崩れにくくテカリにくくなるから、一つ持ってて損なしだよ。みんなもぜひチェックしてみてね。可愛いって褒められる、デートメイクで使いたいドラコスベスト3。第3位は眉に足すだけで垢抜けるキャンメイクのアイブロウパウダー。これブルベイエベ問わず使えるから、眉にのせるだけで血色が立たれて可愛く仕上がるの。そして重ねれば重ねるほど発色が良くなるから、初心者さんでも使いやすいよ。第2位は簡単に美少女のようになれるキズのリップアーマー。見て見て、甘すぎないピンクカラーで元の唇に血色を足すから、まるで美少女のような唇になれちゃうの。さらに落ちにくいしツヤも続くから、塗り直しができなくてもずーっと可愛さを保てるよ。第1位は塗るだけで涙袋がぷっくりするエクセルのアイプランナー。ほんのりピンクのラメだから、これを涙袋にのせるだけで一瞬でぷっくりするの。そして黒目の上にのせれば、瞬きするたびにキラッとするから可愛いを仕込めちゃうよ。みんなもぜひ参考にしてみてね。